皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もフォワイルやっていきましょう。今日の動画はですね、前回の動画でリクエストにあったんですけど、ポイントショップのおすすめ交換先を教えてほしいということなので、そちらをやっていこうと思います。まあ、そもそもポイントってなんだっていう人ももしかしたらいるかもしれないんで、説明しておくと、その先日のね、大型アップデートの時に今までのプレイ履歴だったりとか、あと何なんだろうな、進化が結構関係してるって言われてるんですけど、まあ、それにね伴い、そのポイントが配布されて、そのポイントで選手だったりとか、まあ、あと TP、コイン、ルーレットキーとかいろんなものに変えられるといったポイントショップになっております。このウェブイベントから見ることできるんですけど、この右上のバーナーですね、ポイントショップ開いていきます。はい、こちらですね。まずね、交換期限が8月18日まであるので、まあ、そんなね、交換するのは焦らないでも大丈夫です。で、今回はこうやってね、バーってあるこの中で、まあ、自分がね思うおすすめ交換先をお話ししていこうかなと思います。まあね、あくまでこれ主観ですし、あとランキングっていうよりはね、これと交換したらいいよって、こういう人はこれと交換するべきだよっていうのをお話ししていこうと思います。ちなみに自分の所持ポイント確かね、50いくつだったかな、57か、59だ、59もらいました、このアカウント。で、ちなみにサブアカウント自分あるんですけど、そのアカウント60ちょいもらえてました、無課金なのに。でもこのアカウント多分3、40万課金してるんですけど、それでも59なんで、多分その VIP とか課金額ではないと思います。なんか噂だと、その100以上の OVR の選手の進化がたくさんいたらいいとか、なんかそんな話を聞きました。まあ、これもね、何に基づいてポイント配布されるかちょっと分かってないんですけど、噂によるとそのね、進化が関係あるらしいです。だってこのアカウントがサブアカに負けるわけないもんね、普通に考えたら。おかしいでしょっていう。で、自分はね、エトーと1000万 TP とプライムディアスと、あと残ったね、ポイントでランダム強化素材を2つ手に入れました。で、まずは、これだけは絶対取っておくべきものを一つお話ししていこうと思います。それがこちらですね。このね、TP、12ポイントでもらえるこの1000万 TP は必ず取るべきだと思います。多分これ、12以下ってこと多分ないと思うんで、ポイント配布が。もらったら多分これはね、買えるんで絶対。必ず交換しましょう。12ポイントで1000万 TP めちゃくちゃお得なんで、これは交換するべきですね。で、次に、まあ、やっぱ優先すべきは100ポイント以上あったら、この、TOTS、UTOTS 選手ですね。ここは取った方がいいと思います。なんか最近ね、どんどん価値も上がってるんで、今多分市場で6000万とか7000万で進化ゼロでもね、取引されてるんで、かなり高いですね。で、まあ、その、おすすめ選手に関しては自分がね、なんていうか補強したいポジションか、そこを取るべきだと思います。まあ、選手だけでおすすめするなら、デブライネ、メッシ、オブラックあたりかな、がおすすめです。そうですね、そんな感じですね。なので100ポイント以上ある人はちょっとね、UTOTS。の選手を取ってみるといいと思います。単純にね、 UTOTS 結構その獲得の敷居が高いんで、市場にも出回ってないですし、多分そういう理由で市場でも価値が上がってるんで、ここで獲得するのは全然ありだと思います。で、次に関しては、まあ、ロナウド選手一択ですね。結構ね、もう市場で出回りまくって価値下がって買えるっちゃ買えるんですけど、まあやっぱただで手に入るんだったら絶対取るべき選手だと思います。マジで強いんで、この選手。他だったら、あとはビエラ選手ですね。このポイントだったら。もうおすすめですね。ジダン使ったことないから分かんないんですけど、ガリンシャ、ペレ、ベッカム、ジダンとかだったら、やっぱこのロナウドとビエラ選手取る方がおすすめしますね。30ポイントに関しては、バルディーニが一番の有力候補かと思います。多分ね、左サイドバックでこの選手一番強いんで、守備もかなり安定しますし、おすすめですね。まあ、あとはね、フリットとか、まあ、フリット安いからそんなこれ取らなくてもいいかな。まあ、エトーとか、あと、アンリとかかな、取るべきは。本当自分のね、その、なんていうのかな、穴となってるポジションの選手を取るのが一番いいと思うので、結構前線の選手多いんでね、それは選びながら取れると思います。で、このね、ニュージェネレーションパックで手に入る進化素材に関しては交換しない方がいいと思います。俺ね、この15ポイントで交換してるんですけど、これなんかね、いやいやというか、交換するもんないから交換したんですけど、これはね、あんまりお勧めできません、正直。前回のね、進化動画でも言ってるんですけど、元のね、OVR より低くても混ぜれるようになってるんで、それがあるとね、今、これはそんな価値ないかなと思っております。で、この15ポイントのレジェンド選手パックも、106出るんで、これもね、正直お勧めできますね。まあ、友達はね、111のロナウドあってたんで、それをね、かけて取るのは、まあ、ありっちゃありだけど、その中田とかブラン、あとキャンベルとかが出た時の、そのダメージがでかいんで、精神的な。なので、ちょっとこれはお勧めできないかな。で、まあ、この15ポイントで低い、さっきも言ったこの1000万 TP は必ず取るようにしましょう。12ポイントでもらえるからね、でかい。で、もっと下行くとね、あとはルーレットキーとか、
XP、あとコイン、スキルブースト、ランダム強化素材と。まあ、これはまあ余ったポイント、取るって感じがいいと思いますね。その端数のポイント。で、このスキルブーストとかコイン、ランダム強化素材に関してはこうやってね、回数が書いてあるんですけど、回数書いてないやつはもちろん1回しか交換できません。なんで、まあね、そのさっきも言ったように余ったポイントは下の方でうまく使って調整するといった感じですね。何回も言うんですけど、本当自分のなんていうのかな、今使ってるフォーメーションとか持ってる選手でこの獲得するべき選手っていうのは変わってくると思うので、まあ、TP 稼ぎとかしたいんだったらやっぱ UTOTS の高い選手、市場で見てね高い選手取って、まあ、進化させて売るのが一番ね現実的かなと思います。この50ポイントレジェンドは結構ね出回ってるので、 TP 稼ぎに関してはそんなにおすすめできません。まあ、正直ねこれも本当にこのアップデートでねもらえたもうおまけみたいなもんなんで、まあ、そんなね悩まないで本当にこれ欲しいって思ったやつを直感で取るのがいいと思います。今回ねこれ自分が喋ったのはあくまで参考程度に聞いていただけるとありがたいですね。けどやっぱ最後に言うとロナウド、これだけはマジ取った方がいいです。世界変わります。マジで強いです。ほんといつも言うんですけど、ロナウドに関してはその使用感がマジで良すぎて、なんかね数値じゃなくてこの選手なんでだろうね、なんか数値じゃないですよね。数値に関してはね全然他の選手112の選手に負けてるんですけど、やっぱ使用感がね圧倒的に、なんか知らんけど一回使ってみてほしい。持ってない人は今ね市場で3000万ぐらいなんで、まあねこの50ポイント使って取るのがはいおすすめかなと思います。まあそのもらったポイントでうまくやりくりして後悔ねしないように交換していってください。ぜひねコメント欄の方に自分がいくつポイントもらったとか丸々と交換しましたとかいうのを書いていただけるとありがたいです。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。